お疲れちゃんのスロットです。今日はスミラー戦の25日目、やってくんですけども、やばいです皆さん、沼です。77からね、あと残り250から、気づけば8000まで、なんか遠くなりましたね。これは夢か、なんだバグか、ガチでやばい。時間もない、トロもない、記録もない、やばい。残り2日しかないです、本当にやばいです。ということで急いであげます。でマジで動画外でも結構やってるんですけど、まあ意外と勝てないものなので、どうだ、ちょっと生放送も、やりつつ、ガチで8000、気合でいきたいんだけど、残り300ってさ、なると8000ちょっといけそうだなってなるんだけど、残り600ってなるとやばいんですよね。1日100ずつだったトロが、今日に限っては300上げないといけないっていう、もう意味わかんないじゃないですか。いや、そんなんで、気合でね、頑張んなきゃいけません。やばいです。大ピンチですっていう状況ですね。今日ちょっと負けません。ガチで負けずに、まあ76ぐらいにね、戻したいなーと思ってます。で、神相性のアウプリ引いたので、これはさすがに勝ちたい。そして反応もいい。目書いてても間に合う。ナイス。さあ、アウピーは、どうやって勝つかっていうと、なんか多分勝手に相性がいいので、普通にしとけばなんとかなるんですよね。まあ、マジででも、沼は結構萎えるというか、悔しいですね。なんだろうな、なんで負けたんだろう。なんか一応これのゴブドリバージョンとか、なんかいろいろやってたんですよ、いろいろ。ランバル型とかもね、今まで動画でやったやつとかをいろいろやってたんですけど、どれやっても勝てない。もう地獄ですよね。クラロあるある。いつも勝ててんのんな。なんで勝てんのや、おらっていうので、ちょっとね、カリカリしてます。おら、転がれ。しかも、ちょっとなんかね、余裕がない。この、相性がいいにもかかわらず、ちょっと押されている。この感じ。これをね、沼と呼ぶんですよ。マジで。まあでも一回コウモリが絶対ぶっ刺さるタイミングが来るんで。よいしょ。シャシャリ言うのまで言ってあげる。あれ？待って、マジでなんか負けそうなんだよね。なんで？ちょっと待って、本当にさ、結構疑問。アウプリめちゃくちゃ相性いいんですよ。本気で。やばい。位置がいい。位置がうまい。マジかよ。ガチやばい。本気でやばい。え、待って。これ負けたら、これ負けたらやばい。勝てるデッキなくなっちまうって。本気でやめてくれよ。何が悪いんだ、今の俺の。プレイがひよってる？分かったよ。行けばいいんだろ、行けば。おい、やばい、このコウモリとかだな、多分。犯人。たまたま。いやー、頑張れるぞ、本当に。さあ、ロキケズリが来る。ロキケズリ強いな。やべ、ミスった。言うの？たまたま。やばい、マジやばい。ガチで負けそう。本気で笑えん。にっこり！笑ってこ。本気で、アウプリマジで負けたことがないぐらい相性がいいと思ってます。なんだ？いい、拾わない。危ないって、危ない。でまだ沼の香りが残ってんな、俺の体内に。ガチでなんか負けそうだもんね。今んとこ非常に負けそうだな。
もう神相性引くしかねえよな、集中して。さあ300上げて一旦元通り。いやーマジ寝る前にねやりすぎたんですよね。なんかまあ76ぐらいいて、まあちょっと上げてね寝ようみたいなやって、そしたらまあすぐね3連敗ぐらいするじゃないですか、76行って。でそこで寝ればいいのに、マジで自分的には寝ても寝なくてもどっちでもいいみたいになるんですけども、やっちゃうんですよね。で75ぐらい行って、いや本気で多分今はもう勝てねえやってなるんですよ。そう、冷静な俺がいるんですよね、ちゃんと。あ、多分今はもう集中とか、まあ、分かんない、自分の分かんないところでもうダメな俺がいる、今やっても勝てないと。そう分かった、今やっても勝てない。で気づいたらなぜか潜っててトロがなくなってるんですよ。そうバカなんですよね人間って、っていうか俺って。そう75行って200も落としてるんですよ。200も落としてんならもうやめればいい。そう正解なんですよ。なんか出てきてる俺は、そう出てきてる、ほんのり出てきてる俺ね、すごい優秀なんですけど、まあでももしかしたら戻るかもしんない、戻そうのねバカな俺がいるんですよ。いやーなんだこの一気で、気づけば74で、本当にもうやめた方がいい本当にもうやめなきゃやばいぞ、知らんぞ、どこまで落ちるかわからんぞつって、よしやめようって気づいたら72。あーやばい、本当にトラがトラがあったか言って、ガチの冷静な俺が本気で一旦ガチ集中してしっかりね、ふう73で、おやすみなさいの今ですよ。本当にトロがねえんだ、トロが、トロくれ誰か俺に本当にトロフィー欲しいんだよな。なんでクラロワってこんなね勝てたりすんのに勝てねえんだろう。おいプリンちゃん優秀、なんでこんな勝てたり勝てなかったりなんだろうな、わかんないよね。気づかないところでプレイが悪いのか、なんか裏でされてんのかそんなこと言い出したら終わりだけどな。さあバルーン来た。これねプリンプリンじゃトルネトルネちゃんがあるんだけど、まあ、縦線がねフリーズしてほしいな。いいフリーズだ、素晴らしい。そしてウィザードがいるのは謎ですが、まあいいですね。いや幸せ幸せ、この勝てそうな時はねクララ一番幸せだからな。勝った時じゃない、8000いった時じゃない、最多更新した時でも世界一を取った時でもない、この勝てそうな時が一番楽しい、気楽。それは嘘か、世界一取った時の方が嬉しいだろ。なんでウッド持ってんだ今使ったのに。さあエレキランバでバルーンがこんにちは。あーやばい、なんだその天才的なウィザードは。まあ一応2枚トルネードがあるので、耐えていく。いやまあ相手ウッド持ってたんだな今さら、おい来いよ、かかって来いよ、降りてえならよ、かかってから降ってみろよ、出せなおい。まあいい、あんま言いたくねえけど、あうまっ、ちょっと待って、えガチやばい、ガチやばい、え本当にやばい、え待ってやばい、おい出せな俺、ちょっと待って、ガチやばい、ガチやばい、ガチやばい、本当にやばい。これさ近畿としたい、危ねえ危ねえ危ねえよ危ねえよ、おいもっと来いよ、グッドゲーム、よいしょ、グッドゲーム、グッドゲーム、グッドゲーム、よしふう、よし、いやマジ2連勝バカでかいかんなこれ。だってあと300か350沼が
あと300です。近くなった気がすんな。誤差。あ、300。いやマジでなんかね、動画撮ってる時の方が勝てるのかな、なんでだろうね。ガチで本当に負けたくないんだけど、いつもさ。ダクプリ、あー、おっ、 PP ってこと、 PP デッキね。ジャイ PP ぐらいしかないよな。まあ一応 PP コカツ、 PP スケラー、うーん、おー、エレキか、ギリギリだね。出てこないのか思ったよ。いやー、さすがにやり得だな。で、まあメガがあったら意味ねえな。で、コウモリ出してもザップ。あお、インディーラ。どっから来たんだい、インディーラ。なんだこれ。メガがインドラになったとか、そんなことある？ないか。プリズパッキーン。ダクプリ。え、なんだこれ。メガナイトとかの可能性あるのかな。さすがにないかな。でもメガナイトプリプリだったら俺守れる自信ねえんだけどな、今の俺には。さあ、ここが縦線でしょ。メガナイトきたらディガー縦線でいいでしょ。ああ、本当にメガナイトだった。やばい。やばい、下手。あ、でもそこやってくれたならいいや。やばい、下手。やばい、マジで下手、今の俺は。いけ、うわ、あ、やめて。やばい、すべてがメガナイトをディガーでターゲット取って、プリンスは縦の戦士で、こう別々にね、分けて受けるのが大事なんですよ。を華麗にね、やろうと思ったらもう全然よ。しかもその後もね、グッダグダ。すべて失ってたな、今のプレイは。まあそういう日です、今日は。勘弁してください。いや、しかも矢舐め持ちは嫌だよね。まあでも、攻めてこ。お？あー、いいザップだな、おい。天才ってこと？今の。矢舐めやめて。めっちゃ行くよ、俺。ゴリゴリに。いけいけ、やりすぎぐらいが。いいんじゃない？いいんじゃない？はい。リアナメ持ってる。縦の選手も今ちょっとね、狙っての高めのね、ここも巻き込んでのヤナメでしたね。いい。いやー、この縦線ですらでかいな。サイド変えた方がいい。でも相手これ矢沢くんでしょ？矢沢くんだったら美味しいな、マジで。美味しいのか。いや、受け下手だな俺。やばい、やばい。なんでやばいやばい、ピスタチオ出てきちゃう。ちょっと待って、今俺なんとか、なんで、本気でなんでなんだけど。ちょっと待って、ガチのなんで、なんでそうなったんだ今。そんななりえそうな場面だったか。そんな事故るようなとこでもなかったよね。こっちを警戒してくるのか。相手呪文ねえから、これ耐えたら。やばい、うわ、やばい、マジで、うわマジで、うわ、しょうもねえダメージ受けた。いや、これ勝ち確だ、バカ下手だ。
聞いてくんだけどやろうかな。あ、ガチでやばい。さすがに投げないし、投げたこともないし、イライラはするけど投げない。ヨギボーにならあり。うわ待って、俺こんで絶対今までで負けるはずがない相手なんですよ。多分さっきのバルーンよりも相性がいいし、なんならアウプリを超える神相性だったかもしんねえな。やばい。やばい、今のはやばいな。 100-0 ぐらいだったな。だって相手の攻めがさ、リガーあったらちょっとは危ないんですけど、リガーない時点で相手の攻めが取るはずないんですよ。だから呪文しかダメージを受けないわけなんですよ、理論上は。そう、普通のプレイができれば呪文しかダメージを受けないはずなんで、なんで呪文削りで引きこもられて負けるならあれですけど、呪文じゃないところのダメージで負けてるのはダメです。そして、あなたのデッキもダメです。あーあーああ、もうマジでやだ、マジでやだ。おい貴様、覚えとけよ、私はあなたを許さない。俺も一旦聞いとく。どんな調子は、どんなや。ホレイが帰ってくるだろ。いやプリンを貯めれると熱いんだけどね、ホバームートぐらいもありそうだね。あ、まあマザネクホバームートの極露。ひえー、なんてこった、悪魔みてえなデッキ来たんだけど、うん、いやそれは一旦交差していただこうかな。きつそうじゃねこれ。呪文がヤナアメかトルネか、いやそういう感じ。うわーそういう感じ。くさ、これってあれだよね、沼る時だよね。いやマジでやばいって、えぐいな。言うの HP 意外ともろいな。もうちょっと頑張ってほしいな。ユーノの頑張りがちょっと足りんすよね。ガチで沼ってるやついる。残り2日だよ。いやなんかね、こういうデッキに勝っていきたいっすよね。どうしても勝てない相手ってやっぱあるじゃないですか、クラロワってやってるとね。なんですけど違うんですよ、どうしても頑張れば勝てる変な相手に負けるんですよ。間に合う、おー間に合えよ、たまたま。やばい、うんでしょうね、来ると思ったわ。やばい、ほんとやばい、俺のさっきの連勝がどっか行った、返せ。いやゴルナイな、スーパー奇跡のゴルナイカンスト、今レベル12なんですよ。で何もないんですよ、カードとかアイテム。でもね一つだけ道があって、やばいってこれ。10回引けば1回は確定なんですよ、ゴルナイが。ってことは7500M で1体でしょ。7500×28 をすれば、何言ってんだろう、やばい、ワンチャンのワンチャンどころじゃない、もう確定演出よね。そうラッシュまで行けちゃうぐらいの確定8000への道がね見えるんですけど、冷静に考えて 7500×28 ってなんだっていう、聞いたことがないね。計算も分かんないしさね。まあ、28万のもっと少ない版、20万ぐらい、いや無理だ、死んじゃう。もやしどころでもない、もやしすら食えん。マジでマジでゴルダイをくれ、本気でやばいぞ。
白撃ディガー。白撃ディガーは、相手がポイズンだった場合に、奇跡的な勝利がね、あります。いや、全然あるからね、これガチ。コウモリを出すタイミングと、集中。いや、最初2勝したのな。序盤生きりか。ここに来て。ファイスピが強い。アチャクイは壊れ。まあ、アチャクイでも許せるっすね。最近、やっぱ僕はね、ゴルナイヒの方が、許せないので、アチャクイはね、なんとも思わないっすね。全然全然、アチャクイなんか許してあげるよって。アチャクイでしょ、所詮っつって。いやー、タゲ間に合わねえか。まあまあ。いやー、このダメージくらいはしょうがないな。ワンチャン裏ディガちょっとコスト使いすぎだけど、一旦キング起動して、迫撃を毎回ディガーと逆サイユーの逆サイ達戦でターゲット取ります。ファイスピをミュット。おい引いてる。いや待って、アチャクイがさ、カードサイクルぐっちゃんぐっちゃんにしてさ、やばいことになってる。ああダメだこれ。デッキパワー高すぎじゃね？ねえ。どうなんだいそこんところ。これデッキパワー高々だよな。まあ、マジか。ちょっと待ってくれ。俺もアチャクイみたいなカードが。かわいいスタンプだ。しいぜ、このデッキに。スーパー奇跡の神大逆転勝利ねえかな。ああ、可愛くねえスタンプ送ってきやがった。広いっす。拾えねえか。やば俺。なんか。もう、死にそうな声してる。諦めないけどね。諦めなければね、いつかね、勝てる。残り2日しかないんですけども、頑張ります。8000まだ諦めてません。だってあと2日もあるんですよ。48時間クララできるんで、はい、48時間で600沼ね、戻します。あざました。お疲れ様です。